クラッソンアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND クロスタウン線の駅である。地元住民は、クローシンと発音する。ブルックリンク・クリントンヒルのクラッソンアベニュー、ラファイエットアベニュー交差点に位置し、g 系統が終日停車する。クラッソンアベニュー駅は1937年7月1日の、クロスタウン線ラッソンアベニュー駅ホイト、スカーマーホーンストリート駅間延伸に合わせて、 開業した相対式ホーム2面2線を有する地下駅で2本の線路の中央に未使用の道床がある。ホームには能力色で縁取りされた単緑色の帯が水平に引かれており、単緑色で縁取りされた能力色の地に白のンセリフ体でクラシンアベニューとレカリングした駅名標が取り付けられている。帯と駅名標の下には黒い帯に 小さな方向表示とクラシンの駅名が白で書かれている。ホームにはダークブルーのアイ向の柱が等間隔で立っており、一本置きに黒地に白でレタリングしたニューヨーク市地下鉄標準の駅名表が取り付けられている。現在使われている2本の線路の間に一本線路を設けられるだけのスペースがあるが、これは建設されなかった第二 i n d 路線網のためのものである。 ベッドフォード対のストランドアベニュー駅との間に引かれる予定であったが、線路は同駅の両側で行き止まりになっている。当駅の南側で、外側の二線が内側により、中央の路盤は終わっている。南広ホームの南端と北広ホームの北端には、信号国書が設けられる予定であったが、現在は乗務員詰め書として利用されている。 2015年から2019年にかけてのまた、投資計画により、この駅は、ニューヨーク市地下鉄のその他30駅とともに大規模な修繕工事が行われ、最大6ヶ月間休止される予定。修繕工事では携帯電話サービスや Wi-Fi、充電場所の設置、案内標識や、照明の更新などが行われる予定である。しかし、この修繕工事については、資金不足のため、 資金割り当てが2020年から2024年にかけてのまた投資計画まで延期されている。ホーム全長にわたるメザニンがホーム及び線路の上に設けられており、ダークブルーに塗られた愛傾向の支柱で支えられている。ただし、メザニンは半分しか開放されていない。各ホームとの間に階段が2本ずつ設けられている。改札はメザニン中央にあり、 自動改札機とトークンブースが設けられている。階段が3本あり、クラッソンアベニュー、ラファイエットアベニュー交差点の北西、南東、南西角に出ることができる。ありがとうございます。